あの子のためにもなるべく来てあげて、ね、もう寝るわ。愛してる。間違った相手を殺すところだった。やつも手を汚してる。お前の目的は彼らが殺し合うのを見ることか。父は町の外側に住んでいた。そこに家族を避難させたんだ。息子ははしゃいでたよ。車の窓からアイアンマンが見えるって。私は妻に言った。大丈夫、戦いは町の中だけだ。だいぶ離れてる。でも土ぼこりが収まり、人々の叫びが静まった後、2日もかかったよ、家族の遺体を見つけるのに。父さんは私の妻と息子を抱え込んだまま息絶えてた。そしてアベンジャーズは家に帰った。私に彼らは倒せない。どう転んだってかなわない。でもお互いに殺し合わせれば。お父さんのことはすまなかった。立派な人だったろうに。君もいいやつだし。復讐心がお前を蝕み、彼らを蝕んでる。私はもう終わりにする。裁きはいずれ下されるだろう。死ねば全て終わる。いや、生きて罪を償うんだ。単純な殴り合いでは勝てません。攻撃パターン分析。スキャン中。分析完了。ぶちのめすぞ。友人だ。僕もそうだった。投降しろ、最後の警告だ。まだやれるぞ。お前にふさわしくない。父が作った盾だ。